3種類、基本的には武田くんに教えてたんですが、まずは武田くんに実際にこういうことを意識してこういったことをやってたっていうのを解説してもらって、もしちょっとズレがあったりとか補足があればまた僕から加える形で変更したいと思います。1つ目はランジですね。はい、ランジです。ランジが基本的には一段抜かしてやって登っていく動きなんですけど、僕が注意していたのは乗ってる側のヒリと乗ってる側の内転筋を意識させて登っていくイメージやっております。で、その時によいしょって登るんじゃなくて、先生もよく教えてもらったんですけど、足裏の真下に重心を乗せていく、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 乗せていくっていうイメージでやってました。基本的にちょっと寄りがち。大前提はすねが垂直であること。もう大前提ここ、この角度、まあ、急図じゃなくてもいいんですけど、すねがまっすぐで足裏全部つけてる、これが大前提、はい、ここが崩れないように立ち上がるというのが練習の目的になります。で、ここが例えば内に寄っちゃったりとか前に入っちゃったりしないようにしていく注意点で、それを補助するために内転筋とかお尻を使っていくアドバイスのポイントになります。ありがちなパターンとしては、こう前に踏み込むときにこう膝が前に出てしまうこと、そうならないためにすねの延長線上から指でちょっとグッと押して下方向に押して、ヘッドのまま立つというのが、まあ、ちょっとポイントになってきます。重心を乗せるというのがあったんですけど、乗せちゃうと完全にこう入っちゃうの、どうしても。乗せるというよりかイメージはどちらでも太もものあたりに重心乗せるぐらいで、太もものあたりすねの位置が全く変わらないように動くっていう、そこを最優先させて登っていきます。あとは、まあ、武田くんよいしょって言ってたんですけど、状態がこう動かない、姿勢がいい状態のまま、すねも動かないまま、まっすぐだって。アドバイスとしては、後ろ足もダラーンと下がるのではなくて、しっかり上に引きつけながら足を入れ替えて押してあげる。ちょっと止まってから次の準備を、連続でいっちゃうとルーズになってしまう、はい、止まって止まっていけるようにしていきましょう、はい、せーの、ここで一瞬止まってから次の一歩に移るようにしましょう、はい。で、今武田君もちょっとズルをいくつかしてるんですけど、はい、低い位置を通さない、しっかり引きつけて、わかりました。引きつけて上からちゃんと階段を捉え、はい、右足を引きつけて、そう、今度は左足、はい、左足を引きつけて捉え、そうそうそう、これが階段の一つ目、ランジになります。上からしっかり捉える、まあ、すねを垂直にして捉えることで一番上から力を加えやすいを作るので、まあ、そこの入れ方を知るためのトレーニングになります。今武田くんがやったように投げてくるとどうしても早くやっちゃう、そうなるとちょっとルーズな動きになってきやすいので、これやっぱドリルの延長でもあるので、ポイントをしっかり確認しながら丁寧にやっていきましょう。はい、ダッシュでいこうぜ。はい、じゃあ2種目目は、1段ずつの駆け上がりになります。ではちょっと解説を。はい、1段ずつ登っていくんですけど、階段でなんかこうリーチアウトしないようなその強制させる動きっていうのを入っていて、さっきおっしゃってたかかとから入らない、足が膝より前に出ることは絶対ないので、そういう意味の強制でまずやっています。タッチというか、階段登るときにこう早く登ろうとすると登っていく人が多いと思うんですけど、足の音に僕は注意してって覚えていて、あんまり足音がしないでやっていくイメージでやっておりました。そうですね、概ねいい説明だったなと。おうおう、ここでありがちなのがやっぱ武田くんがやってもらったようなバタバタタイプ、これのちょっと強制になります。どちらかというと叩きの直し、リーチアウトして、まあ、リーチアウトに限らずですけど弾ませるための結構阻害要因として、叩きなんですね。叩きは結構今言った足音を強く立てて強く押してちょっと錯覚する人が多いんですけど、これやっちゃうと弾まないんですよね。しっかり弾ませるには縄跳びとかと一緒、ちょっとつま先からついてちょっと足裏がついてまた戻るっていう作業があるんですけど、叩きはこういうパターン、足を測定がね潰れちゃったりして結構障害にもつながりやすいので、そうならないためにちょっと前からついて足裏がつく、これが入ると足裏のクッションが入るので足音が小さくなるんです。ランでもこういう人結構いると思うんですね。今度はちょっとこうつま先からついてこう滑らかに行うようにして、これぐらいの足元は全然、足元多分後でちょっとこうつま先からついてこういう時間があると思うんですけど、これを習得してもらうのが一つ狙いのトレーニングになります。あとはさっきリーチアウトの解説でもしたんですが、階段があると膝下開いちゃうとぶつかるんですね。でも段差があるおかげでブレーキかけて、だいたいすねが垂直ぐらいでも足を突きに行けるので、リーチアウトしない、それから
ちょっとつま先の方からつく、この2つがしっかり押さえられるという意味で、階段の動きというのはランの時の設置の直前の局面の動きに非常に近いものがあるので、そういう意味でこれを押さえておくというのは動きの矯正に非常に大事になってきます。もし先に腰の方で、腰の方で、それよりも早く動かないようにして丁寧にいきましょう。はい、行きましょう。どうぞ。これぐらいで十分です、はい、ダッシュで行こうぜ。じゃあ最後、はい、一段飛ばしの説明をお願いします。はい、3種目目のやつなんですけれども、今階段で草先生がすごい丁寧にしてもらったんですけど、一段抜かしをすることによってより走りに近い動きにしていくっていうのが僕の中で意識していた。でその終わった後も、まあ、ここちょっと階段があるんですけど、終わった後もこの階段の意識のままランニングしていく、はい、ここは意外とあんまり語るとこ実際なくて、はい、一段ずつの動きを、まあ、より走りに近づけるダイナミックにしていくっていうのが一段飛ばしの目的になります。そこで結構重要になってくるのは、一段飛ばしになるのでちょっと弾まなくちゃいけないですね。で弾むためにはちょっと力を加えなくちゃいけないので、まあ、よりダイナミックになってくる、そうなってくるとついつい悪い姿勢になったりとか、またはちょっとつま先からついて踏むという行為から叩きになってきちゃったりとか、まあ、そういったエラーが起きやすくなってくるので、それが起きないように、まさに階段ですね、一段でできたいい動きをランがここにあるとして、その過程にあるところ、うん、これが一段飛ばしのポイントになってくるので、一段でやってたことを注意点をそのまま一段飛ばしでも同じようにやってみましょう。はい、小気味よいリズムで登っていきましょう。お願いします。じゃあもうランに近づくんで、はい、お願いします。はい、そうそうそう、それがリズム感で、間ができちゃうとリズムが悪くなる、ボヨーンボヨーンとならないように、はい、走るリズム、もう一回一段飛ばしやってもらって、一段ずつやってもらっていい、せーの、このリズムで一段飛ばしもやってほしい。なるほど、お願いします。はい、だからこそ助走つける、だからこそ一段の目をついて、そこでリズム合わせ、はい、こういいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、そうそうそう、軽やかだよね、終わったの、はい、ここは結構重要ですね。パワーパワーって思っちゃうと、パワー出すにはこう時間かけた方がいいので、ボヨーンボヨーンってこうバウンディーっぽくなっちゃうんですけど、やりたいのはランにつなげるので、今の一段ずつと同じリズムで登れるように意識して、うん、じゃあもう一回やってみましょう。腕振りも、そういうこと、上手にできると走り終わった後になかなか止まれない勢いが体にしっかりついているので、さっきのリズム、えい、いいリズムで、お願いします。 OK、 ダッシュで行こうぜ。ポイントはもう前傾しなくていいです。体ちょっと軽く起こし気味ぐらいで、はい、中間層のイメージで気持ちよく走りましょう。お願いします。これがやってほしかった膝のあたりのブレーキ、はい、さっきのエラーはストップ、足上げてこういう動き、さっきはこうなってたんですね。これだと膝しか動いてなくて股関節が全然動いてないので、ちょっと膝が前に出るようにすることでつま先かかとのラインができるので、ちょっとだけ少しもちろん落ち落ち、これぐらいこれぐらい、これぐらいのサイズ感のままちょっと走れるように意識をしてやってみてください。はい、じゃあやってみよう。体起こして、体起こして、ああよくなってきた、よくなってきた。彼の場合は走るとどうしても横に押したいので、こう伸びちゃって崩れが起きたので、まあ、そうならないように足踏み と、 あとはまあ体の修正ですね、体が前に突っ込んじゃうので起こせということをして修正をしました。やっとできたね、ありがとうございます。あれ、じゃあもう一回やろう。はい、じゃあスピード上げてきて、前傾しない、前傾しない、前傾しない、そう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 、グッ。これが中間疾走の動きなんですね。中間疾走はどんどんスピードが速くなってくるので、体が前にあるとしばしばどんどん流れてってしまうので、はい、足を前に出すんですけど、そうなるとこうする人がいるんですね。体が前にまっすぐ立てば、はい、足上げたら勝手に足が前に出てくるので、体をもちろんスタートは前傾するんですけど、ここからちゃんと起こしてあげるというのが非常にポイントになってくるので、それをするためにはやっぱり腹
筋とか背筋ですとかコントロールする力、それも必要になってくるので、武田君は今そこが多分うまくいってなくて体を起こせずに崩れてしまってたので、うん、最後ちょっとまとめとして走ってみよう。はい、よいよ、はい、1、はい、体を起こして、もっと起こして、もっと、ちょっと、はい、体を起こして、まあ、くそ悔しい、これするか、よくあることなんですよね。やっぱりいいトレーニングをして、新鮮なうちで効果あるんですよ。慣れてないことは、慣れてくるうちに、どうしても刺激が弱くなってきて、慣れてる方に持ってかれがちになってしまう。やっぱそこは注意しないといけない。だからこそトレーニングは万能じゃないって言ったのはそういうこと。アドバイスを受けた1本目が一番いいっていうのはよくあることなんですよ。そこから徐々に前の感覚と混ざっちゃって、なんかあれもうリードイングの僕ってことですよ。まあそういうことだね。慣れてきてルーツになるっていうことでやっぱ起こりがち。だからこそ丁寧にやるおかげで新鮮さを保って刺激を与えることにつながってきますし、武田くんの場合やっぱ姿勢に問題があるということは、姿勢を維持するためにやっぱ腹筋とかかなりやらないと、そもそもやりたい動きができないこともあるので、やっぱ一つだけでトレーニングは速くなるとか完結しないので、いろんな要素からいい走りにつなげていく、そのための一つが階段だったり、一つが姿勢であったり、一つがまあ上半身のトレーニングだったりとか、まあ、そういったところが噛み合っていいフォームにつながってくるので、足りないものを何かっていうのをチェックするためにも、やっぱランをしっかりその動きをチェックする、はい、そのはすごい持ってきます。チェックしてた？分かってなかったね、やっぱり自分で、はい、まだまだにわか、はい、うん、だから主観的だとやっぱ分からないこともあるので、まあ、だからこそ客観的な視点が、まあ、そこの存在がやっぱりコーチだと思う。やっぱり自分の動きを、まあ、自分のやりたいことを知ってくれてる第三者に見てもらう、エラーがあるところをまた直していく、まあ、そういってトレーニングを組み立てていってほしいですね。すいません、長い時間ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。鈴木さん、ご一緒ください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。